子先生と学ぶ鏡は。はい、パーコ先生、鍵井さん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、鍵井さんのが葉山で過ごす夏休み10日間、はい、の初日の映像でございます。はい、はい、で初日海も静かでしたね。そうですね、はい、はい、で今ちょっと雨でいろんなあのダイビングポイント濁ってるところが多いんですみたいなんですけど、まあ、葉山もその綺麗ではないんですけど、まあ、マクロとか劣る分にはいいのかなっていうぐらいの透明度じゃなかったですか。そうですね、はいはい、5メートルぐらい。ちょっと見せてください。でケンさんはこれあの BC をやめたんですよ。はい、ハーネスに変えた。なんで動きやすい。めっちゃ動きやすいんですよ。そうなんだ。いいな。で、鍵さんはウェットスーツで。寒かった。もうそれが第一の印象でしたね。昨日は、一眼の方が多かったというか、全員一眼だったんですよね。すごい。いっぱいですね。そうなんですよ。いくらあるんですかね。いやー、かなりの額ですね。で、この全員一眼というのも珍しいんですけど、一眼で、違うね。んコンデジの方もいらっしゃいましたね。いました、いました。いました、いらっしゃいました。はい、で、鍵井さんもあの、そんなに寒さで集中されてなかったのかな。そんなことないって。違う違う、撮影してる時は寒くなかった。大丈夫ですか。うん、で、これ鍵井さんの撮影風景ですけど、もうやめてこんなの撮るの。これ今何撮られてる。だってストロボ反対向いてる。後ろ向いてますよ。何これ。本当だ。何この人。俺自分にストロボ当ててるんちゃう。そういうことですね。違う違う。やばいこの映像。本当ですね。やばくない。あえて別に逆向けなくてもいいですもん。でもあれですよね、鍵井さんのこの RG ブルーを使ってね、撮影されて。そうなんです。はい、はい、今回ストロボを使わずに。でこれ鍵井さん気づかれちゃったんですよ。撮ったら寒い。寒そうですね。で昨日はあの参加者の方全員にサビハゼっていうハゼを、同じハゼをね、撮っていただいて、はい、でちょっとその皆さんが撮ってくれたサビハゼを最初に見ていただくと、まあ、あのおひげが可愛いハゼなんですね。そうですね、はい、特徴的な。でも今葉山いっぱい群れてまして、気持ち悪いぐらい群れてるよ。そうなんですよ。これはあのいろんなエリアのダイビングの方が驚きますね。お、可愛い。可愛いですね。うん、でこのみんなのサビハゼの写真を鍵井さんとに評価していただいて、まあ、評価というか見ていただいたりして、はい、昨日楽しんだんですけど、辛口でね。辛口でみんな泣いてたよね。この写真とかもなんか後ろが汚い言われてます。これもなんか海藻が汚い。あと右のサビハゼいるのかな。なるほどです、はい。いや思ったままね、やっぱね、ちょっとカメラマンみんないい人ばっかじゃん、優しいことしか言わないから、はい、いや、はい、楽しいですよね。うん、これまたね、フィッシュアイさんの新しい、もしかしたら出るライトっていうので、面白いね。すごい面白いですよね、色が変わっていく。これは意外に酷評に合わなかったですよね。そうですね、はい、かわいい、かわいい、まあ、実際かわいいですよね、ふわっとした、多分こう撮りたいっていうのがね、表現ちゃんとできてるから素敵。これ誰なんですか。これひろこさん、ひろこさん、はい、で最後鍵さんがそのRG ブルーのライトを使って撮影していただいた。ストロークは反対に向けてね。はい、その時ですか。わあすごい。やっぱね、さすがですよ。このゴミを、うん、雪のイメージなんですか。そうっすね、はい、はい。ライトでゴミを出して。ちょっとね、やらしいね。いやこれでもこうやってこの写真見せられてしまったら、みんなその RG ブルーとか使って撮影してみたくなりますよね。そうですね。でも絶対おすすめ、それは三脚つけて。はい、楽しいですね。あのゴミがなんかすげえ味方になったもん。あ、ゴミがあって嬉しかったっておかしくない？いやでも素晴らしいですね。うん、まああのこれで間もなく終わってしまうんですけど、またあと9日間あるんで、はい、はい、また鍵さんが撮影していただいた写真とかも見せていただいて。これあれだね、最後にテルさんとスライドショーしてる時のやつだね。そうですね。昨日はスライドショーもやったんですけど、これからまた鍵さんの居酒屋とかいろいろあるんで、はい、はい、いろいろ楽しんでいただいて。みんなマスクしてるね。そうですね。ちゃんとコロナしてるね。コロナ対策だ。対策してますね。また今日からもよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ではですね、パーコ先生、あ、鍵井さん、今日最後に一言お願いいたします。俺？はい。海は濁ってもいいよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ええの？